皆様こんにちは。11月25日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けしたいと思います。ご覧いただいておりますのはドル円の日足です。長いトレンドで見ればまだ、売り方向で見ておりまして、200日移動平均線、このオレンジ並びに90日移動平均線、さらには、チャートの上に、日足の雲があって、全体的にですね、まだボリンジャーバンドのセンターラインも下向き、すべての移動平均が下を向いておりまして、まだ戻り売りのスタンス、特にこの一目均衡表の雲をもし突破するような状態、5の50ですけれども、これを越してきたらもうちょっとベアの気持ちはちょっとやめようかというふうには思っています。ただまあ4円台でショートを振って5の50のストップはあまりに深すぎるので、今日に関しては4の70、戻り売りをして5円ちょうどのストップ、利食いを4の10でイメージをいたしました。ちょっと時間足に変えてみたいと思います。4の70というのが、これがですね、昨日の高値、4円の76ですけど、それの手前ですね。4円の70で戻り売りを、105円ちょうどで、まあ、損切りを、利食いは104円の10でイメージをしましたが、これは90時間の移動平均が104円の123にあります。この緑色の線ですね、これのちょっと下といったところ、104円ちょうどに届かないところで一回やめようというふうに思いました。まあ、考えようによっては104円の15買いで103の80ストップ、104の70利食いというのも一応ありだと思うんですけど、今日はやはり戻り売りから入ってみたいなという気になっております。ユーロドルです。ユーロドルに関しましては、やはり下値がだいぶ硬いというイメージになりまして、この90移動平均線が 1.186930 ですね、これの手前で、1.1875 で、まず新規の買いを、 1.18-45 で、損切りを、そして利食いを 1.1950 でイメージをいたしました。今日は 1.1930 手前まで上がってますが、 1.1950 でイメージをしてみたいです。これもユーロ買いドル売りということで、ドル売り試合が強いという見方から、やはりユーロは押し目買いでイメージしたいです。次はユーロ円です。ユーロ円は、まあ、124円の前半、この20割れたところ、この辺りですね、124円の15でまず買いを、123の80で損切りを、124の85で利食いをイメージをいたしました。ユーロドル堅調で、まあ、ドル円がそれほど大きくは下がらない、結果的にはユーロ円が巻き上がりそうだというか、イメージから押し目外参入で考えてみたいです。次はポンド円です。ポンド円も、まあ、139円台一旦これは今日ですね、75ぐらいまで上がってから、そこから、まあ、かなり強烈に崩して、先ほど下がって139円の17ぐらいでしょうか。自分で考えましたのが、買いが、15でイメージをいたしました。ストップ138の85において、139円の90で、利食いをイメージをしております。ちょうど139円の私69の時に、先ほどこれ売買方針といいますか、海外向けの相場を作りましたので、まさかこんなに139円の、ビットベースで188まで、まあ、緩むとはちょっと考えてなかったです。まあ、それでも、15は当然拾えてなくて、ここから今上に切り返して、今30の上ぐらいまで上がってますよね。ちょっと5分足見てみましょう。これ高値、そうですね、32近辺まで上がったみたいですね。まあ、これが本当に指し値をするのであれば、139円の1号から見るともう今ジンクスでキャンセルしなきゃいけないような状態になりますけれど、まあ、一応イメージとしては押し目買いでイメージをしてみたいです。
あとは王子園です。王子園につきましても76-40で開業。このもみ合いで、結構ですね、下値が硬いということ、さらには、移動平均も全部上向きになってきて、しかも雲も下値を支えそうな値動きになってますので、推しを買ってみたいというふうに思いました。76-40で、そしてストップは76-10で。10というのが、ちょうど現状の、200時間の移動平均線76円の114、あと90移動平均線76の164になります。こういったもの、並びに76の083にある、これが時間足の雲の加減、まあ、こういったあたりが抜けるようであれば、やはり1回はロングはやめなきゃいけないということで、76の10でイメージをしてみたいです。今晩、どこまでドル円が下がるのか、一応自分としては売りから入りたいですけど、売れずに下がった場合に104円の前半1510近辺が新規でロングが取れるかどうかというのをちょっと見ながら、様子を見ながら、押し目を買う場合には やりたいなと思います。最初からやっぱり差し値を入れておくというのはやっぱりある意味怖いなという気がしております。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。簡単でございますが、今晩の相場展望チャート分析編、この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。